なんとかの守るんではなくて、攻めるピッチングができましたけど、やはり5回3失点というところは、悔しさは残りますけど、チームが勝つということです。ジャイアンツ戦に関しては2シーズンぶりの勝利ということになりましたが、改めてこのジャイアンツ戦、どんなテーマで今日は臨んだんでしょうか。やはり初戦2戦目とやられていたので、なんとか、今日は取らなきゃいけない大事な試合だったので、本当に先ほども言いましたけど、打線が本当に援護してくれて、そのピッチャーもバックも守ってくれたので、まあ、なんとか今日は勝ちがつくことができましたけど、チーム勝って本当に良かったです。今日、日本は16アンダー11得点という形で決まりました。さて一方で、石川投手がマウンドを降りた後、リリーフ陣の頑張りというのも素晴らしかったですね。そうですね、いつも本当に大変な場面、しんどい場面で中継ぎの皆さんに本当に、カバーしてもらっているので、次はですね、しっかりと長いイニング投げて、頑張りたいと思います。そしてこれで石川投手通算で182勝ということで、西口文也さんに並びました。通算の200勝というところも下に来ましたね。そうですね、まあ、一つ一つですけど、しっかりと与えられたゲームをゲームメイクして、いい状態で後ろのピッチにつなげるようにですね、また一戦一戦しっかりと準備して頑張っていきたいと思います。今日は七夕です。ソロカンバーストローンの連覇というのを願っていると思います。最後にファンに向けて一言お願いします。今日もたくさんのソロカンバーストローンの連覇を、シーズンの本領者がありますけども、なんとか一番上を目指してですね、一瞬となって、一つのアウトをしっかり取って、勝ち切れるように一戦一戦頑張りたいと思いますので、またご声援よろしくお願いします。ゴースワローズ、今日はスワホー。